何に使ってるのか資料的な難しい。あそこですか。うん、やば、こんな感じなんだ。撮影 OK なの？あ、まあ、今日はこちらに行ってみようかなと。工場中入っていい？こっちでやるみたいなことですか？どう思うの？ここなんですね。お知り合いここで。学校跡ということです。元々の学校の場所ということなんですけども。すごいですね、これ。予想外の展開ですけどね。なんかすごい懐かしい香りが。うわ、懐かしい。これね、こんなんありましたね。こうやって座ってね、こんなんか置き勉したりとか。今は何に使ってるんですか？資料的な質みたいな。あ、職員室ね。こっちがトイレ。ここでやるってことですか？
ことですか。難しい。難しいですね。なんかよくわからなくなってきましたね。そうです。まだ。食べるのがなんかもったいない。スピチューブインスタグラム始めました。お得な情報プレゼント企画はこちらから、フォローよろしくお願いします。 あそこですか。はい、どうだ。ここですね、レンガ広場。でマティーニ、ちょっと面白い感じ。ここから入ればいい。駐車場今違うな。大丈夫だと思いますよ。お城ですね。うわ。うわ、やば。なんだここは。こんな感じなんだ。めちゃめちゃ広いですね。やってんすこれ。あ、ランチタイム、カフェタイム。カフェタイム。終わり。お邪魔します。お邪魔します。おお。アイス。アイスで。アイスでじゃあ2つ。アイス2つ、はい。こういうお店ありますよっていうような感じですよね。こんにちは。ヤンジです。いますね。親御。レンガですね。レンガの会社なので三井氏のね、はい、それでこしらえたのか、はい、あ、もともと三井氏のレンガをこっちに持ってきたっていうか。そうですね、この敷地の一角が三井氏大家さんの社長さんの敷地があったので、うん、周りの方にご協力いただいて買わせていただいて、レンガの建物を建てたんです。あ、じゃああの三井氏駅の近くのあの大きな、はい、あ、そうなんですね、立派な。そうですよね。まあ2時からは、14時からはもうドリンクとデザートだけの、うん、いうことですね。みたいな感じですね。ですね。すごいですね。
この動画いつも登録とボタン、バイトも登録とボタン、チャンネル登録もよろしく。はい。裏番スピチューブ始めました。こちらでは上げにくい動画、短い動画などはこちらで公開しております。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。